ラームカムヘーン国立公園はタイの国立公園の一つ。名称はスコータイ王朝のラームカムヘーンにちなむ。公園はカオルワンと呼ばれる山とその周辺の地域を保護することを目的としている。カオルワン頂上には草原地帯が広がり番天の良い生育場所となっている。ピンカは 読む側が公園内に流れており、生息する魚を狙って熊なども集まっている。他に、イノシシやシカなどの大型哺乳動物が多い。公園内は大漢方薬の産地でもある。また公園内にはいくつかの歴史的遺産がある。カオルワンとは大いなる山という意味で、この名称を持つ山は、大国内各地にある。カオルワン周辺は、険しい山岳地帯となっており、 四方を田園地帯に囲まれながらも、非常に良い状態で自然が残っている。前述したように、カオル湾頂上には野生の草原地帯が広がっており、壮大な景色を見ることができる。宿泊も可能。ナムトック、サー・イルンは、公園内唯一の滝である。タイでは神聖死されるガジュマルの自生地帯である。至る所に根を生やしたガジュマルが自生している。 サリートポンダムは、スコータイ時代の遺跡で、スコータイ市民のための水の確保目的に作られたと考えられている。名前のブーチャーとは、ヒンドゥー教のプジャーのことである。クメール時代の遺跡で、1500年前の祭壇の後である。伝説によれば、プラルワンがタイにおける最初の幹線道路として噛むペンペットとスコータイ、シーサッチャナーライを結ぶ通りを建設したのが、 これであるとされる。スコータイ時代の生活用品などが見つかっている。ありがとうございます。